ヘビボールを探知できそうなのは刑事警察犬ヘビレーダースカウタースカウタードラゴンボールか。まず最初のヘビ殺害事件で5人逮捕されたのはハンターヘビ大型種ムカデシェフヘビ大型種。そうだったよ、5人逮捕されるところだったよ。シェフ殺害事件で5人逮捕されそうになったのはシェフはあれよね、ポイズンスネーク。そうだよ、このメンツの中ではレア種のヘビ大型種やポイズンスネークが警察に狙い撃ちされてたよ。ヘビボールを持ってそうなヘビを狙って5人逮捕するつもりだったんだよ。そのために殺されてしまったヘビたち、あの時点では容疑が濃厚だったまでだ。攻撃力や毒などの証拠もあっただろう。わざわざ体内まで検査しようとしてたよ。まあ、でもポイズンスネークの体内はさ、そのポイズン要素が、あれはヘビボールを探す目的だったんだよ。なんかポイズンスネークさ、こうやってアップになったら全然色違わなくない？みんなと。毒殺事件だったから体内の毒を調べる必要があったまでだ。そうなるよね。黒幕の目的がヘビボールなのは間違いないよ。ヘビボール入手方法は3通り。ヘビの死骸、5人逮捕からの取り調べ、そして相場7770ゴールドでの売却を催促する作戦。この3通り入手プランで確実にヘビボールを奪取する作戦だったんだよ。その確実な3通りの入手経路を全てかいくぐったヘビ探偵、ある意味一番レア種だったようだな。犯行を認めたってことね。逆だよ、そろそろ本気で反論するかね。来るよ、要注意だよ。お、ここから何、体力がどんどん削られていく。探偵君、君の推理は欠陥だらけなのだよ。ヘビボール入手が目的でわざわざ金の扉で監禁したという推理だが、旅館の客誰もヘビボールを持っていなかったらどうする。無駄手間もいいところだ。で、あれをね、普通のヘビたちが殺されていくだけっていう。閉じ込められたからには黒幕側がヘビボールの有無を知ってたはずだよ。ヘビボールを探知できそうなのは刑事警察犬ヘビレーダースカウタースカウタードラゴンボールか。ヘビレーダーもないよね。刑事警察犬、刑事は探知できんやろうけん警察犬か、消去法的に。そうだよ、警察犬が凶悪犯を探し当てたとか言ってたけど、ヘビボールを探し当ててこの旅館に来たって線考えられるよ。やれやれ、それでは前回の証言と矛盾しているではないか。我々がヘビボールの持ち主が分からずに大型種や毒ヘビを狙っていたという証言だったろ。警察系にヘビボール探知能力があるならすぐにヘビ探偵だけを狙い撃ちすればいい。ヘビ探偵だって毎回そこそこ狙われたけどね。まず我々がこの旅館に緊急派遣されたのも捜査令状に基づいてのもの、つまりは国からの要請だ。そして捜査令状の任務内容もヘビボールなのではなく凶悪犯の逮捕を目的としたものだ。てかその凶悪犯っていうのは結局誰なの？まさか国家ぐるみでの犯行とでも言うかな。黒幕の思惑通りに捜査令状が出されている件、国家ぐるみの犯行なのか。お、ここで攻めに転じるのは危険、めちゃくちゃヒント出してくれてる。ってことは国家ぐるみの犯行って断定してはいけないってことか。今はまだわからない。ずいぶん逃げ腰ではないか、さっきまでの探偵ぶりはどこへやら。いつものヘビ探偵と違って苦戦してるな。対戦相手はいつもと同じよ。違いは無敗の刑事というピンポクフィルターを挟まないだけの差に過ぎないわ。刑事、亡くなった後も何回バカにされている。とにかく情報が足りないってことはまだ解決してない事件が残ってるんだよ。解決してない事件、なんかさ、証拠品の中でハンターの事件に関しては動機が不明のままみたいななっとったよね。そして全ての事件が解決した時に足りないピースが生まれるはずだよ。ハンターのは何の事件だ。ハンターは温泉でのヘビ殺害事件、温泉でのヘビ殺害事件は、まあ、結局あれよね、あの地下の人工温泉のがどうたらこうたらみたいなのやったよね。深夜のハンター殺害事件、おかみ首吊り殺人事件は、あのムカデを使っ、ムカデやったあれ、ミミズあれを使って殺した。深夜のハンター殺害事件、
え、まあでも多分ハンターのやつよね。ハンター殺害事件なら解決済みではないか。あれ解決してた。そこのヘビ大型種の犯行だとな。え、違うよ、冤罪やったんやって。その事件は誤認逮捕のままだよ。決着をつける時だよ。どうあれ、過去にボロ負けした事件を自ら引っ張り出してくるのはヤベヘビの極みよ。他のやつは犯人分かっとったんやっけ。むしろん、ヘビごときの推理では人間様には勝てない現実を思い知るがいいさ。次のハンター殺害事件リベンジ戦に備え行動を選択してね。お、リベンジ戦、まあ、とりあえず HP、 私的には十分あるけんセーブするかね。なんか前から思うようやけど、この予習ってなんなん。ちょっと気になるけん見ていい。え、あ、え、ただただ経験値が入るだけってこと。なるほど。ハンター殺害事件のおさらいから入ります。セーブしといた方が良かったかも。とにかく極限まで意義を我慢することが重要です。なるほど、簡単に意義を唱えるなと。被害者は7号室の客ハンター。遺体鑑識結果から死因は感電死、そして一撃で殺されている。意義なし。まあ、その通りやったよね。ハンターの部屋は鉄格子で隔離されていた。そして殺害直前には停電が起こる。うん、起こってた。意義なし。ハンターの最大 HP は15。寝ることで HP が全開することから、殺害前のハンターの HP は15だった。え、でもこれさ、ハンターが殺害される前に寝とったとは限らないみたいなこと言わんかった？だって壁の方におったしね。いや、でもギリギリまでって言ったけん、ここも意義なしにしとった方がいいんかな。発見された凶器は超電磁ドリル。攻撃力プラス9。電気属性。ヘビ専用装備。ヘビ探偵が7号室のゴミ箱より発見。まあ、これは意義なしね。容疑をかけられたのは8号室のヘビ大型種。電磁ドリルのプラス9と合わせ、15に届くのは攻撃力6の大型種のみ。でも数字的にはそうよね。意義なし。7号室、8号室の壁には穴が開いていた。8号室、ヘビ大型種は感電していたと証言。ん、これは亡くなってるのか？まだ寝てる状態？まあ、でもこの証言自体は意義なし。殺害の全貌は、まず容疑者の大型種が電磁ドリルで壁の電線を貫き停電させる。被害者のハンターは明かりを求め移動。しかし、その明かりの正体は凶器の電磁ドリル。ハンターはそのまま超電磁ドリルに貫かれ死亡したわけだ。そのまま超、うわ、すげえな、なんか。超電磁ドリルに貫かれ死亡したわけ。でもこれもう事件の全貌を語りよるってことは、これが結果ってこと？意義ありにした方がいい？待ちに待って意義だよ。反撃開始だよ。盛り上がってる。大型種の犯行でないなら、まずは犯人像から聞こうか。まずは犯人像から。いや、でも、人間。人間が犯人だとしたら、電磁ドリルが装備できないんだが、超電磁ドリルは装備できないから全く関係ない。凶器自体は超電磁ドリル。凶器自体は超電磁ドリルなのか。え、なになになに、致命的にミスリードが発動しました。なんだか様子がおかしいよ。続けるんだな、茶番に付き合おうではないか。え、これはそのなんかミスリードシステムみたいなのにはもう突入してるの？してないの？だけど電磁ドリルが凶器だとすると、人間には尻尾がないから装備できないよ。そうなよね。尻尾に装着。無理やり手に装着。無理やり手に装着できるんかな。尻尾装着式だから手に持つのは無理そうだよ。うわ。え、尻尾に装着？尻尾生えてんのこいつ。尻尾に装着。人間のどこにドリルを装着できる尻尾があるというのだ。尾底骨、蛇の尻尾。蛇の尻尾？どういうこと？蛇と人間の混血種？自分で犯人像は人間だと証言したはずだ。なぜ蛇の尻尾が出てくる？やっぱり人間が装着。もうなんか大丈夫？2点3点する。ドリルを装備したのは蛇。え？ドリルを装備したのは蛇。その蛇を人間が使ったってこと？凶器を装備したのが蛇なら、結局蛇の犯行ではないか。やっぱり蛇の犯行。もうなんか信頼性がなさすぎる。その蛇は人間が装備。そういうことよね、きっと。あれや、あの
ミミズの時と同じや。そうか、ヘビ探偵が言いたいのは無敗の刑事の手口と同じなんだよ。刑事がミミズを装備したようにドリルを装備したヘビ自体をさらに人間が装備したってことなんだよ。ではヘビをドリル凶器として装備したとしよう。しかし7号室には鉄格子が設置されていた。つまり現場は密室ではないか。鉄格子の鍵を開けて攻撃、部屋の外から攻撃、壁の穴から攻撃。いやでもあの鉄格子を設置したのは警察やけん鍵開けれるんじゃね。でも刑事が持っとんかな。いや鉄格子の鍵を開けて。そうだよ、犯人がブラックドクターとして考えるなら警察側だから設置した鉄格子を解錠できる。普通に鍵を開けてハンターを殺害することができるよ。では最後にしよう。今回の殺人に必要な攻撃力は15。人間が犯人であればこの15は出せない数値だ。それをどう説明する。クリティカルヒットが出た。ヘビの攻撃力は加算された。え、でもヘビの攻撃力は加算されたとして足りなくね。だって多分人間がヘビより下やったよね。15もはなかったと思うんやけど。クリティカルヒットが出た。クリティカルも回収も出ないシステムだよ。運ゲーになっちゃうからね。出ないんかい。じゃあヘビの攻撃力は加算された。ドリルを装備したヘビを装備してどちらの攻撃力も上乗せされないという都合のいい話はない。あ、そっか、ヘビの攻撃力プラスドリルの攻撃力があるんか。ドリルが9で、ヘビが何歩だ。君の理論では二人三脚は個人走者より速いと言っているようなものだからな。ないね。1212のスピードや。それでももたもたするけど。ここまで推理がつながってたようで乗せられただけだったみたいだよ。完全なミスリードよ。このミスリード技術でバカな刑事を誘導してたのよ。ミスリード技術。まあ面白い推理劇だったが、土台から間違えているのだから救いようがない。土台から間違えている。ん？土台？何？土台といえば、大浴場、食堂、地下。まあコロナ禍で土台っていうのは地下だよね。そこが、ん？土台？って気になるやつ。すごいね、なんか、ハンター感電死事件に関わっていそうな地下の部屋といえば、ハンター感電死事件、感電。電気制御室。旅館の電力を攻撃力換算で1から9まで制御可能っていうのがちょっと私には意味がわからないんだけど、でも感電やけんね。電気制御室？そういえば事件現場、宿泊部屋の真下が電気制御室だよ。その記録によると数字の書かれた装置がいくつもあるけど、数字通り電流を攻撃力換算で1から9まで調整できる装置だよ。確か攻撃力10以上は違法だから最大でも9までしか制御できないように設計されてるのね。攻撃力9の電気を制御できるなら電磁ドリルと同じ攻撃力9だよ。この電気装置がハンターを殺した凶器に違いないよ。え、電気装置で殺したの？ハンターを一撃で殺すのに必要な攻撃力は9ではない、15なのだが。だから装備することで攻撃力を15まで届かせたんだよ。形のない電流をどうやって装備する？装備、電流を？仮に装備できたとしてプラス9が最大なら15に届くのはヘビ大型種のみだ。攻撃力15に届かせるために真犯人が使用した方法は2発撃ち込んだ。でもここは1発なんよね。装置本体を鈍器として装備した。装置本体？どんな？重くね？電力エネルギーを融合させた。融合？なんかこれだけ、これだけなんか色が違うのが気になる。電力エネルギーを融合させた？何を根拠に言っている？電力エネルギーを融合させたアイテム、これに違いない。融合させた？なんだ？融合させた。え、これ融合って書いてる。ヘビボールか。複数集まるとエネルギーが融合され願い事が叶う噂も。さっきなんか柱みたいなのにさ、ヘビボールが2個ついとったよね。それ？融合。ヘビボール？そうだよ。
ヘビボールは1個だけじゃ役に立たないけど、複数個集めればボール同士が共鳴してエネルギーを集める働きがあるんだよ。そういえばなんか壁に埋まっとるヘビボール共鳴しよるみたいなのよったよね。このエネルギーを集める性質を電力の融合に利用したんだよ。その電力融合ってシステムが全くわからないな。以前の装備システムの応用版だよ。電気エネルギーが電気エネルギーを装備する原理で攻撃力10を超えることができる仕様だよ。電気エネルギーの融合だろうと攻撃力10を超えたのならば、それは重度の危険物と同じだ。重度の危険物ならうちの探知犬がすぐに反応するはずだ。そういえば深夜の事件前にいろんな声を聞いたような、そんなことあったっけ、覚えてないな。犬の声が聞こえるのは当たり前ではないか。自身で犬を連れているのだからな。そういうことじゃないやろ。しかも確実に犬種的に鳴き声の質が全然違う気が。飼ってるワンちゃんよりもっと大型犬の鳴き声よ。そう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 、普段寝ている深夜帯の事件だ。どうせ大型犬がわめいている夢でも見たのだろう。思い返せばその時間帯いろんな声を聞いたような。みんな共通の夢なわけないけん、じゃあ現実やね。とにかく寝ぼけた時間帯に聞いた証言など当てにならん。そんなふわっとした証拠を出すなら数字で示してもらわないとな。数字といえば電気制御室の写真データに気になる数字があるよ。7と8よね。ヘビボールがそこだけついとる。そうだよ、7と8の制御装置だけヘビボールが固定されてるよ。電力7と8を融合させて攻撃力15を作れば、前回のハンターでも一撃で仕留められる威力になるよ。よくわからないけどヘビボールの二輪三脚か個人走者をぶち抜いたってことだね。何あれ、あそこの離れたところの柱にもヘビボールが。では電力を融合させたとして上の階のハンターにどうやって命中させる。視線階でも落雷の位置はランダムだろう。できることといえば天に祈ることのみ。もっとも殺人の願いが天に届けばの話だが、融合先の鉄柱に固定されてるヘビボールがちょうどハンターのベッド付近だよ。あ、さっきの1個だけ離れたところにあるヘビボール、この鉄柱に寝てるハンターをピンポイントで狙ったんだよ。そういうこと。鉄は電気を優先的に流すからね。ってかあれやん、ヘビ探偵よりヘビ従業員めちゃくちゃ活躍してない。電気が鉄に優先的に流れるなら逆に無理な話だ。何？事件当時のハンターは逮捕されていた状態、つまり鉄格子で監禁されていたのだよ。地下から電力エネルギーを放出させても鉄格子優先に流れてしまうだろう。ああ、人体じゃなくてってこと。ハンターが金属製の所持品でも持ってればな。ハンターといえば包丁を持ってたよ。やれやれ、ハンターは逮捕されていたと言ったばかりだろう。当然凶器の包丁も没収済みだ。ムカデンだってフォークを渡さなかっただろう。まあ確かに、なんかテーブルの上に置かれとったんやっけ。ん、それは別か、お上の方か。逮捕されてたって言葉が何か引っかかるような。事件当時のハンターが所持していた金属製のものといえば、はい、手錠、鋼の石。手錠、そっか、手錠されとるけん直接それも見越してってこと。そうだよ、手錠だよ。逮捕されていたハンターは手錠をかけられていたよ。なるほどね、そのための逮捕やったんや。あの手錠は電気エネルギーを命中させるための避雷針代わりだったんだよ。逮捕された犯人に手錠をはめるなど警察として当たり前のことだろう。鉄格子で隔離したなら手錠までする必要ないよ。鉄格子だけでは足りんのだよ。7号室と8号室の壁には穴が開いていた。8号室の蛇を守るためには手錠も必要だろう。犯人やと思ってたのに。何が8号室の蛇を守るだよ。2回も罪を着せたくせに。ですよね。守られるどころか感電までさせられてるしね。そう、その感電こそ君の犯行を示してるではないか。君が電磁ドリルでハンターを殺害した衝撃で感電した証拠なのだよ。電磁ドリルでハンターを殺害した衝撃で感電した。いやでも、ま、違ったんやけん意義ありなんか。そうだったわ、秘密感電子の件でもあんたが自分で証言してたじゃない。電気属性の武器は装着した本人には電気が流れないってね。そんなこと言ったっけ。くっ、だったらヘビ大型種が感電していた理由説明してもらおうじゃないか。
ヘビ大型種の本当の関連原因、根底から考えると超電磁ドリルを使用したからではないね。これは違うって言ったけん、体が大型だったから意味がわからん。8号室だったから、8号室だったから、根底から考えると、え、わからん。でも消去法的に言えば8号室だったから、意味わからんけど、8号室だったから。そうだよ、電力発生源は7号室だけじゃないよ。あ、そういうこと。8号室地下も電力発生源の一つだよ。直接電気が流された7号室ほどじゃないけど、8号室にも関連する程度の衝撃が発生してたわけだね。そういうことか。あくまで地下の電気制御室が凶器ってわけだな。だが証拠がない。電気制御室が使用された証拠がな。電気制御室の電力融合により起こった現象、これに違いない。まあ、停電ですよね。そうだよ、停電だよ。高低攻撃力をはるかに超える電力が発生したことでブレーカーが落ちたんだよ。つまりあの停電は電力融合が発生した証拠になるよ。いや、あの停電は大型車が壁越し攻撃で電線をショートさせたのが原因だ。だからその電磁流はダミーなんだよ。電気制御したなど反則するセレクトトリックを二重のミスリードでごまかすためにね。超電磁ドリルは関係ないとは言っても、現場のゴミ箱に入ってたのは事実だろ。まあそれはね。だけど電気装置が使用された証拠がある以上、凶器は電気装置で決まりだよ。それなら逆に電磁ドリルが使用されてない証拠も提示してもらおうか。悪魔の証明じゃねえか。ずるいぞ、使用された証拠ならともかく使用されてない証拠なんて。提示できるんかな。証拠を提示できるの。超電磁ドリルが使用されてない証拠だと。君がゴミ箱から拾った張本人だろう。超電磁ドリルなんてゴミ箱から拾った覚えはない。いや、それはないよね、拾ったもん。超電磁ドリルを拾ったこと自体が使用されてない証拠。どういうこと、わからんけど、消去法的にこっち。そうか、電磁ドリルが使用されていたなら相当な熱を帯びているはずだよ。あ、そういうこと。ヘビ探偵がゴミ箱からドリルを拾い上げることができたのは熱を帯びていなかったから。つまり電磁ドリルは使われてない証拠になるよ。時間が経っているのだから熱が冷めただけだろう。前回ミミズが装着してたドリルは時間が空いているはずなのに相当熱かったよ。そうやったんやっけ。めちゃくちゃ記憶が。つまり電磁ドリルはダミーだよ。電気制御室の犯行をごまかすためのね。電磁ドリルがダミーにしろ、ゴミ箱に入っていたことは事実だろう。事件現場は鉄格子で密室。どうやって電磁ドリルをゴミ箱に放り込むのだ。壁の穴から、鉄格子の隙間から鉄格子を開けて、まあ、やけ開けてだろうね。鉄格子を開ける。そういえば鉄格子を開けて最初に現場入りしたのは旅館の人間、ヘビ探偵、警察。いや、まあ最初に現場入りは警察やろ普通に。そうだよ、鉄格子を設置した張本人は鍵を持ってるから、警察が先に現場入りしたのは確率だよ。つまりダミーに電磁ドリルをゴミ箱に放り込めるよ。事件現場に警察が先に入るのは当たり前だろう。それにあのドリルは大きく重量もある。気づかれずにゴミ箱に入れるなど不可能だ。みんなが死体に注目するタイミングにゴミ箱なんて、ゴミ箱愛好家でも注目しないわよ。それはどうかな、愛好家なら注目するかもしれん。そんなやつがおるんかどうか知らんけど、聞いたことない言葉。どちらにせよ大きく重量のあるドリルなのは事実だ。大雪の中、鑑識道具を持ちながらあの電磁ドリルも担いでくるなど無理な話さ。てか大雪の中鑑識道具を持ってきてるってのはどういうこと。だってあの時点では死体が出たみたいなこと言われてないし、鑑識道具って常に持ち歩くもの。よくわからんけど。確かに警察の旅館到着時ドリルを担いでたらすぐ目につくはずだよ。ブラックドクターは電子リルをどのように用意した。警察系に持たせた。え、それも目立つ。宅配便。おかしいよね。旅館内にあった。旅館内にあった。旅館内、うちの旅館にそんな凶器なかったはずだよ。あれ違うか。この旅館のどこにそんな凶器が存在したのだね。あれ続く。大浴場、台所、フロント、地下。大浴場ないね。台所、
でないやろ。フロントもないよね。あ、地下のなんかあれ掘削機みたいなトロッコ。旅館の地下に凶器があったことを示す証拠データを選択してね。ドリル重機、これだ。凶器って地下にあったドリル重機？確か脱出に使おうとしたけどドリル先端が欠けてて脱出できなかったのよね。ドリルの先端を取り外した。先端が欠けてるんじゃ凶器にならないような。そういうことや、欠けた部分が凶器。え、ドリル重機の欠けた部分が超電ドリルになったってこと？欠けているのは君の頭のようだ。ドリルといえば壁を掘るもの。つまりドリル自体が壁よりも硬くなければ成立しない。そんな硬いドリル、どうやって先端だけを切り離す？無理だな。とにかく推理することで欠けてるピースを埋めていくしかないよ。え、次々と難題が押し寄せてくるところであなたのターンになりました。体力的にはまだ大丈夫なのでセーブしておこう、この辺で。